岩田博は日本の政治家。君党は君三党。北海道庁商工観光部部長、北海道室蘭市長などを歴任した。兵庫県姫路市出身。北海道庁にて、胆振市長の市長長や商工観光部の部長を経て、1979年に室蘭市長に当選した。初当選以降、1995年まで4期16年を務め、 白鳥大橋着工という実績を残している。当選当時、60億円を超える不良債務を抱えていた姿政の財政赤字を解消するため、初めて外部に財政診断を依頼し、財政再建団体への転落を回避し自主再建の道を選択することで、行財政改革を行った。財政健全化の成功、白鳥大橋の着工と姿勢が、 軌道に乗った1987年に、新日本製鉄室蘭製鉄所の頃、休止問題が起こる。高度成長期が終焉を迎えている中ではあったが、死を挙げた、存続運動が実を結び1991年に、存続が決定され、日本を代表する特殊高基地につなげている。文化の面では、エンルムマリーナ室蘭の施設と組織を作り、マリンスポーツの推進を図った。 後に噴火湾海洋動物観察協会会長を務めている。民主党室蘭支部の初代代表を務めた。また、タイのノンカー意見、ルイ県の生徒らを支援する、タイ東北部小学基金にて代表を務め、タイ教育省から表彰された。1999年に、君山東随法省を授与された。2008年、脳幹出血により、 私立室蘭総合病院にて死去した。裏、千家の茶道を収めた者によって構成される、茶道裏千家炭鉱会では、室蘭支部の支部長を務めた。長男は、実業家、ゲームクリエイターの岩田里であり、春研究所の代表取締役社長を経て、任天堂の代表取締役社長を務めた。過去に、息子が、バイト先の零細企業にそのまま就職しようと、 していると知ると喧嘩になり、心配して大学に説得してほしいと頼み込んだが、当時の担当教員だった、榎本はじめに悟されて認めたという。ありがとうございます。